それでは今回はパジェロミニ、ターボ付きマニュアル車のお車でのお試し装着の模様でございます。はい、それではパジェロミニ 660cc ターボ車のマニュアル5速車で、PPL のお試しに来ました。まっすぐです。一旦停止直進になります。はい、どうぞ。突き当たり右折です。はい、どうぞ。一旦停止で左折になります。はい、左側 OK だよ。はい、静かに頭出してください。はいはい、はい、どうぞどうぞ。まっすぐ、じゃあまっすぐです。はい、あたりを左折です。あとでこの辺に戻ってくるからね。で、はい、加速の具合、アクセルの感じとか、はい、マンホールを踏み越えた路面の衝撃の感じを覚えておいてね。はい、あと窓から入ってくる風の印象、はい、このままに窓開けといて、減速、減速で静かにちょっと進む。よく覚えてた。はい、上げの感じ、もう多分全然違うと思いますよ。あと 100m で一旦停止。これですか？もうあそこね。あそこ一旦停止標識がある。で必ず止まって右折のウインカー出してくれる。はい、それで右です。バス停のちょっと先を左に寄せてもらって、で止めてもらって、でボンネットリリースしてもらって、私が行ってくるからね。ボンネットピン外して、よいしょ。そこを説明お願いします。 U ターンですね。今の道へ戻ってみましょう。あ、ここ U ターンですか？ U ターン、はい、そうです。後ろだけ気をつけてね。シータンします。はい、どうぞ。遅い速度が出てないよね、うん、音はでかくなってるけど、段差ガシガシって感じます。ああ、来ますよね。あ、遅いよね、車ね。
もうさっきの全然進んでたような気がする。あと風が荒っぽい。ああ。どう思います？風荒っぽいですよ。さっきのが柔らかかった。段差が分かりやすかった。段差分かりやすいよね。気をつけてね。今度クリアかもしれない。荒っぽいよね。ちょっと振動が結構感じます、ね、大きい。それだとやっぱ力が少し欠けてる。だからエンジンうなってるよね、なんかね。確かに。音は静か、さっきのが静か。全然静か。こっちの方が結構回ってる感じ。回ってる感じあるよね。さっきの音が澄んでていい感じ。今のところすごい差があるね。あ、やっぱり相当違うね。特にギアを引っ張り気味に走るんで音が大きくなる差が大きいね。じゃあそこ一旦停止で右折でお願いいたします。お付き合いありがとうございました。ということで、こちらのユーザー様のご親族がジェットセットでのレカロシートとプラス PPL のヘビーユーザーでございました。今回は、背中を押してのご来店、お試しを行っていただいた後投入と相なりました。では皆様からのお問い合わせご要命お待ちしております。お試しドライブはどなたでも無料で体験することが可能です。